まいりました。ミザン・ミザリオールの音楽堂 Z。 さあ、早速ゲストを紹介したいと思います。半年ぶりの登場かな、ウィキシーズの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。はい、ウィキシーズボーカルのカナトです。お久しぶりです。はい、ウィクシーズでギターを弾いているマホロです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりと言ったんですけど、お正月コメントを実は出てもらったんで、はい、そうですね、わりかしそうでもなかったっていう確かに確かに、まあ、2週間ぶりぐらいなんですよ。ちゃんとフルメイクであの衣装着て出るのはちょっとね。そうね、あの道国さんと5月の時に、ね、そうですね、出ていただいたの時以来、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。ということでね、久しぶりの登場で、まあまあいろいろ活動も経て現在のね、いろいろ音楽性今のところどうなってきたかとか、結成して間もなくどれくらい経つんでしたっけ。まあもう4月で1年くらい。1年。そうですね。ね、これでまあいろいろ活動ライブもやってきたりとか、地方も行ったりとかしてたじゃないですか。実はね。そうですね、京都と名古屋に行かせていただいたり、うん、なんでそういうところで進化をしていったわけですよ。で、今日まあ来てないんですけど、サポートメンバーの紹介も一応してください。そうですね、ベーシストのしおりさんという方にベースを弾いていただいていて、それでドラム、ドラムが白夜さんに、はい、おなじみでございますね。ナイチンゲールで、また地の利と交際でも自分のかっていうまあやってる白夜さんがやって、まあ現在ね、そうですね、活動されてるということで、で今度の4月で一周、そうです、でさまざま活動を経て衣装がまた、そうそう、衣装がほらまたセクシーな。いや、なんかこっち見るとそうでもないかなと思うけど、中身がまあこれですね。これもうびっくりしたもん、透けとるだみたいな、なんか透けてるどころかっていう、ね、こっちは出してるからね、出てる、服着なくていいからね。何言ってるの、なんだそれ、服着なくて。なんかこの衣装がちょっとあのスケジュールがちょっとバタバタいろいろあったんで、バタバタしすぎて衣装完成して届いたみたいなのが、うんうん、あの去年の11月のサイエンスのライブの楽屋に、あのもうここに直接送ってくださいって言って、あの衣装の人に送ってもらったんですけど、うんうん、だってまあ楽屋にいろいろ知り合いとかもいたんですけど、でもう開けて出した時にやっぱみんなちょっとえみたいな感じになるわけですよ。だからもう本当に、いやもうだからうちらは服着てないみたいなもんだからみたいな感じで、もうその日サイエンスで言って回りましたから。あ、言い回ったんだ。いやもう本当うちら服着てないみたいなもんだから、本当そういうビジュアル系ってそういうもんだからみたいな。ビジュアル系がイコールそういうわけではない。普段で着なくていい。どんな認識だよ。いやもう普段服着てないんで。嘘つけ。いや本当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 着てないんですよ。あ、家で、家で着ないんで。あ、ラ族、本当。あー、すごいね。それ知らんかった。え、裸でギター弾いたりとか部屋で。あ、レコーディングもガチで裸。え、ガチで。服着て撮れない。いや、なんか無理。なんか服着て撮れない。最低限は着るでしょ。え、ビジュアル系やってて、レコーディング全部、なんかバンドの、自分のバンドの曲とかじゃなくて、楽曲提供とかでも、全部、え、上裸。あ、上裸ね。上裸ね、びっくりした。全裸やったらどう、全裸で椅子座るとかちょっと汚くない。いや、そういう、そうじゃないと思うんだけど。なんか そこはちょっと半端に潔癖出ちゃうよねみたいなところがあるんですけど。なるほど。でも服着ない、服着ないと取れ、まともなテイクが取れないんですね。ほほほ、だし早く終わらせたいし。おお、なるほどね。で、まあ今のその話で衣装になると、まあ肌の露出とか。そうですね。で、さらに言うと中身はね。そうですよ、中身。そう、厚手かなってコートかな思ったんですけど、これはまた落差がすごいっていう。そうです。でもライブだと暑いやっぱ。ライブは暑いっすね。なんでまあ結構もう脱いじゃったりするとき、ああもうそっち脱いじゃってありますね。なるほどね。まあこちらは別にライブの時はまあ動きやすさと、そうですね、確かに、うん、とまあ何よりまあ動いて暑いじゃん、暑くなんじゃん、やっぱだからちょうどいいっていうとニュアンスあってるのかな、まあ、確かに。まあ言われてみれば確かに、なんかやっぱりビジュアル系って照明も結構きついんで、ライブハウスで今日もこれ撮ってるのライブした後に、エッジでライブした後に撮ってるんですけど、うん、久々にエッジでライブして、うわ照明熱っみたいな。近いしね、ちょっとエッジだと。そうですよね。これこの衣装でもなんかやっぱりまだ熱いなと思って、普通になんか服脱ぎたいとか思っちゃいましたもん。これで脱いだらだってもうバランス悪くないみたいな。ファッションセンス的な意味でバランス悪いけど大丈夫みたいな。
感じになっちゃうけど、まあ、抜きは、まあ、頑張って抑えますよ抑えはするんですよ、そういうこととかも考えて。ほうほうほう。なんかやっぱりこれでも熱いんですよね、ビジュアル系。ほう、なるほどね。で、この衣装発表になったのはいつでしたっけ。が、11月の20、うんうん、いつだっけな、21日ぐらい、うん、に新衣装としてね。あ、じゃない、撮ったのが21日だ。ほうほうほう。その3日後ぐらい。早いな。まあまあ11月、去年、昨年の11月に発表して、これで現在活動されてるということで、衣装とね、そしてあのアーシャのね、新しくなったりとして、さらになんとなんとこれで MV 撮ったということで、ちょっとその辺の話をね、持っていこうかなって。そう、大切なのそういうとこ、なんかまたジョーラとかそんな話ばっかしてたら、確かにそんなこと、無駄遣いしてた。無駄遣いではないよ、別に。別にそこは無駄遣い、何も有益じゃなかった。別にそこは気にしなくていいよね。なんで、MV とね、いよいよ新曲をリリースということで、ちょっとそちらの話を、まず情報をお願いします。まず情報、そうですね、1月16日から、はい、各種サブスクリプションサービスで、はい、ダリア、喪失に咲く花、うん、こちらがリリースされてますので、はいはい、ぜひ聴いてください。はい、おめでとうございます。そしてその MV が、MV が、1月の18日の21時に MV フルが解禁されます、はい、よっしゃ。1月18日に MV フル公開ということになっておりますので、そちらもぜひ YouTube ね、ウィキシのチャンネルということですね。で、先ほどね、ちょっといち早くちょっと私見させてもらったんですけど、そうですね、はい、いや、あのもういろいろ感想はちょっともろもろ言ったんですけど、素直にかっこいいですね。ちょっと今回はありがとうございます。これ見てほしいポイントは、まあその MV のフルのね、どこをポイントっていうのはまだ全部言えないんですけど、断片的に私が見た感想としては、あのビジュアル系ってものと、その前もウィキシズが持ってる古き良きものの精神、そして今やろうとしている新しいものっていうのがさらに進化したなっていうのは感じましたね。音だけじゃなくて、歌詞、さらに言うと MV の撮り方とかは、あの例えば、まあ、目線一つの送り方っていうか仕草とか、そういうところ見てほしいんですよ。そういうところがね、結構ね、俺は見逃さなかったですね。かっこよかったです。ありがとうございます。素晴らしい。こういうとこはね、こういうとこはあのしっかりちゃんと見てる人なんで。さすがね、 VK オタクだから。オタクだからね。さっきもちょっと歌詞の話とかしたんですけど、そうですね、結構そういうところもあのポイントになる歌詞があるんですよ。これはぜひね、あの気づくと思います、見てる人も。あれ、なんでこここうなってんだろうって。でもそこがポイントだったりするんですよ。今回のタイトルであったりとか、その歌詞一つ一つが MV で歌詞ですね。ちょっとよくはあの意味なく歌詞出すの俺嫌いなんですよ。よくあるあの VK だけじゃなくてアイドルでも、その分かりやすさは確かにあるんですよ。歌詞をそのはあのなんていうの、映像の中で入れたりとかするっていうのはあるんですけど、ウィキシズはちゃんとそこを分かってるから、ポイントでここでっていうところで歌詞ちゃんと出てるんで、そこは俺は見てほしいポイントかななんていうのはね、ありますね。やっぱそういうところじゃないかなと、私の感想ですね。はい、ありがとうございます。そうですね。で、今回じゃあその、うん、今回まずは作詞した、はい、じゃあカンさんの今回 の新曲のちょっとお話。新曲、そうですね、まあ、まず MV のちょっと感想になっちゃうんですけど、はいはい、全然いいですよ。寒い。知らんとにかく寒い。そこそこ。でも MV の、まあ、曲もですけど、うん、内容は熱いっす。あ、熱い、情熱的、うんうんうん、いや、ここがすごいポイントなんじゃないかな。僕らは寒い思いして撮りましたけど、うん、すごい情熱的な、あとこう2人体制ならではのこうカットみたいなのもすごいふんだんに使われてて、もそういうところもすごい見ものかなって。なるほどね、はい、見どころ、まあその身体性っていうところもあったりとか。そうですね、そのまあサポートのしおりさんも映ってるとはいえ、この今のウィキシズが、ね、正規メンバーは2人なので、はいはい、ちょっとそこを見てほしいなと。そうですね、というところですね。ではその MV の撮影からになって、今回のあたって作詞、はい、ちょっといろいろポイントだったりとか、ちょっとまあ、こういうとこ聞いてほしいなっていうの、はいはい、そうですね、まあ、あの冬に出るシングルっていうのを結構意識して作詞したなっていうのが大きいですかね。まあそのなんていうんですかね、枯れ感というか枯れていくこう虚しさとか、まあ、そういうものと、でもその曲は結構情熱的なそれこそイメージがあるので、なんていうか、そこをこうその中に光る情熱というか、そういう部分をすごい意識して書いたので、まあ結構ね、抽象的に今回書いちゃったんで、汲み取れるものってそれぞれすごい違うと思うんですけど、
まあ、なんかちょっと頑張っていろいろ想像して聴いてほしいなっていう感じですか、ね、そうですね、はい、まあまあ別に今のそういうたなんだ曲調の主流ってすごい分かりやすかったりとか共感、はい、今のバンギャ事情とかそういうのあるじゃないですか、はい、そういうのではなくてあくまで抽象的にすることによって受け手にねすごい問いかけるっていうのがすごい、はい、これがビジュアル系だなっていうところは結構俺の中であるんで、はい、それは聞いててさっきも歌詞の話だったりとかしてて、はい、その受け手側にすごい今問いかけるってなかなかないから聞いてほしいですね、はい、そうですねそういうところですねはい、はい、ありがとうございますではまあまあまあコンポーザーでございますよあなたコンポーザーなんですよはいまあやっぱりさっきもギターとかちょっとそういう話もまあまあ音の作りっていうかなんかそういう話ちょっとしたじゃないですかなんですけど今回のその曲にあたってのまあコンセプトだったりとかその自分の中でなんていうのイメージしたものとかそういう話っていうのをちょっと聞かせてもらっていいかなそうですね、うん、マホロはあのビジュアル系やる上で結構すっごい特殊な多分他のバンドの人はあんまりいないような曲の作り方と作風を持ってやってるんですけど、はい、なんかシングル出しましょうってなってそのリード曲とか MV にするよみたいな曲を作る時っていうのは、うんまず最初に何か適当に とりあえずそれっぽい曲できたとかじゃなくてあの最初に見た目から考えるんですよで見た目に合わせてじゃあこういうっぽい雰囲気にするならこういう曲調にしなきゃっていうのをこう考えた上であのシングルのリード曲を作るようにしてるんですけどでまあ何か何て言うんですかあのこうセクシーな曲をビジュアル系で出したいなって思って。でいろいろ考えた時に周りの人とかビジュアル系の中でこういうセクシー感を出すので定番って言ったらなんかこうジャズっぽい感じとかっていうのをビジュアル系の中でジャズっぽい曲みたいなセクシーな曲って割と定番みたいなカテゴリーとしてあると思うんですけどそれだったらみんなやってるしその中に埋もれちゃうからなんていうかやっぱり自分を貫きたいし個性をこう出したいっていうのもあってこれ以外でセクシーさ出せる方法ってないかなって考えた時にこう全然関係ないジャンルとかの曲とか聴いてた時になんていうかラテンっぽい曲調を使ったらすごいそのセクシー感が曲も歌詞も出せるんじゃないかなって思ってでもそこからラテンっぽい曲調っていうのを片っ端からもう全然なんか普段聴かないような人のやつを片っ端から聴きまくってどういう風なフレーズにしたらそういう風に聞こえるかとかいろ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 調べてみたいな感じで作ってまあそれもだからやっぱり曲見た目とかでキーワードになって情熱っていう言葉が出てくるそれもやっぱり聴き手に対してのどういった情熱なのかっていう愛だけじゃないじゃないですか物に対する執着であったりとかきっとそういうのを受け手側っていうのはねきっと伝わるんじゃないかなっていうのは俺もあったしでもっと言うと今回はその情熱感が多分さっきも言った見た目の衣装だけじゃなくてメイクとかそういうところにも出てんじゃないかなっていうのは私の感想なんですけどどうですかねそうですねメイクちょっと見てもらえたらこんな見えるかこれがねみんな入ってるんですよ、はい、うちのメイクあのしてもらってる、はいそれも結構ポイントですよね、うん、そうですねなんかそのバンドの根底のコンセプトにあるその未来的要素っていうのだけは絶対に貫きたいって思って、うん、でもその情熱的さとかセクシーさみたいなのをなんかもちゃんと両立したいと思った時にその未来感があるこうデザインにセクシー感がなんかこう伝わるような色味とかをつけたらそれがもう両立して伝わるかなって思ってでもう各々のいろんな場所にこう顔だったりとか首だったりとか、うん、いろんなところにそれを書いていわゆる近未来的なゲノム的なそういう細胞的なのだよ ねちょっとサイバーっていうかなんかそういう感じでも場所がいいですよねチラ見えなのがセクシーですよ、うんまあ、そこもセクシーにつながっていくってことです ねなかなか今回はねあイクシーズ来たなとやったなとこれ売れて売れます売れないと売れないと困るもっとだからあのもちろん番組でもそうですし自分もなんかいいよってなんか例えば言ったりとかもうちっちゃな本当ことですよできることって言った俺も、うん、だからそういうところで広めてったりとかまあぜひ見てほしいなっていうのがねちょっとねそしてライブにも来てほしいなって今もうこの衣装でゴリゴリやってるわけですもんねでもう脱いじゃうぞとライブは脱いじゃうぞ
もうそれがセクシーさだったり情熱的なところの、そうですね、まあ言ったらあれですよ、まあ音楽ところからつながっていくそのパフォーマンスであったりとか見せ方っていうのも多分つながっていくんじゃないかなというのがちょっと思いますんで、でそのライブのお話ですよ。さあちょっと重要なライブが一つあるということで、ちょっとまずそこをがっつり宣伝してください。これはじゃあそうですね、僕から、2月9日に、はい、上野音横丁、まあ、僕たち何回か主催とかさせてもらってるんですけど、おなじみですね、そこでマホロの生誕主催やるんで、よいしょー、お願いします。肉の日、肉の日生まれ、はい、肉の日肉食べ放題肉食べ放題なの肉食いまくりたい。あ、食いまくりたい。じゃあ差し入れ肉か。英語ランクのやつがいい。ああ、まあ、じゃあ、 言っときますわ、知り合いに。この会社の人にちょっと。大丈夫です。会社のお金で。会社のお金じゃなくて、俺、経費で。血のりと包帯のメンバーで、ほら、いるから、肉を下ろしてる人。そうです。ああ、あの人、あの人、肉の下ろしやってるから。Y さん。え ?Y さん。Y さんは、肉焼くのうまい人か。そう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 、はい。Y さんって言わなくては別に、シェフ言うとね、シェフ言うとは、肉の下ろしもやってるから、あ、そう。英語の肉全然、ちょうだいっていうの。あ、じゃあそういうことで。分かった。知らない中じゃないじゃん、言ったら。まあ、そうですね。はい、じゃあ言っときます。肉語、英語の人に言っときますんで。の、肉の日に、上野音横丁で。これは生誕主催なのかな、はい、そうなります。はい。ということで、出演とかも聞いていいですか、これは。出演が、はい、これ撮ってるの、1月11日で、はい、急遽またさらに1個、バンドさんが追加されたんですけど、はい、まず主催にウィクシズが出ます、はい、で、まあ、その次に、関西のブラックティアさんが出ます、はい、で、その次に名古屋の、セカンドアリベリオンさん、はい、セカンドリベリオン、はい、はい、で、まあ、あと東京の、サンズオブリバティさんと、はい、あとビビデバビデブーさんが出演してくださります。はい、なかなか濃いメンツですね、これ。そうですね、はい、なので、まあね、ぜひこの日、上野音横丁で、主催ということで、生誕主催ということで、まあちょっとこの辺も、またね、また誕生日だからちょっとまあ盛り上がるって言い方はあれですけど、余計にやっぱりさ、サービス精神というか、誕生日だし逆に出そうって気持ちになるじゃないですか。なんかまあもちろん祝ってもらおうというか、そういう気持ちも、ね、お祝いっていうムードもあるんですけど、やっぱそういう日だからこそ、より弾けるって言い方もそうだけど、やっぱ誕生日ってことで、やっぱそこら辺は意識したりとかするんですかね。そうですね、やっぱり、まあ、なんだろうな、なんかやっぱり、マホロ的には、自分がやっぱりバンドを引っ張っていきたいっていう気持ちが、やっぱりすごい強くあるので、まあ、個人的な話なんですけど、やっぱり今までいろんな主催をこう重ねてやってきましたけど、うん、この2月9日の主催が今までやったウィクシズの主催の中で一番盛り上がるものにできたらいいなっていうのは思って、常に最近いろいろ考えたりしたりはしてますね。はい、じゃあそこはね、ぜひぜひ。じゃあちょっと私も足運んで、じゃあ英語持ってきゃいいのかな。そうですね。牛肉だとなお。牛肉なんだ、指定なんだ。脂質がないものだと、でも食べれるので。わかりました。じゃあちょっとその辺はまたぜひ、じゃあちょっと行きますので。お願いいたします。2月9日、上野音横丁でウィクシズ主催ありますので、ぜひ遊びに来てくださいということでございます。